ケラチンの顕微鏡写真ケラチンとは細胞骨格を構成するタンパク質の一つ。細胞骨格には太い方から順に微小管、中間系、フィラメント、アクチンフィラメントと三種類あるが、このうち上皮細胞の中間系フィラメントを構成するタンパク質がケラチンである。毛、爪等の他、ほらかく爬虫類や鳥類の鱗、くちばしなどといった。 核質組織において上皮細胞は硬質ケラチンと呼ばれる特殊なケラチンからなる中間系繊維で満たされて死に硬化する。硬質ケラチンは水をはじめとして多くの中性溶媒に不要でタンパク質分解酵素の作用も受けにくい性質を持っている。これはケラチンの特徴であるシスチン含有量の高いアミノ酸素性に起因している。 ペプチドサワシスチンに由来する多くのジスルフィド結合で網目状に結ばれている。なお、髪の毛や爪を燃やした際、不快な匂いが発生するのはこの養分に起因する。粘膜などの角質化しない上皮細胞においてもケラチンは中間系繊維の構成タンパク質として重要な役割を果たしており、上皮組織のシート状構造はケラチン繊維によって 機械的強度を保っている。毛包で合成されるケラチンをケケラチンという。育毛剤などの広告では、頭髪の90から99%をケラチンが占めるという広告が散見される。広島大学とミルボンの共同研究によれば、毛髪にケラチンが占める割合は約85%である。ケラチンはハードケラチンとソフトケラチンの二通りに分かれる。 ハードケラチンは人の頭髪や爪、動物の角、ひづめ、くちばしなどの主成分である。ソフトケラチンは皮膚や舌などの組織に含まれる。ウィキメディアコモンズにはケラチンに関するかけごりがあります。ウィクショナリーにはケラチンの項目があります。ありがとうございます。